On October 11th, 2022, I had the opportunity to travel to Awajishima. In my opinion, Awajishima is one of the most mysterious and beautiful places to visit in Japan. According to the ancient Japanese literary texts, the Kojiki and Nihon Shoki, Awaji Island is said to be the first Japanese island to be formed. Awaji, the first of the Oyashima Islands, born of the gods Izanami and Izanagi. On previous visits, I've investigated the possibility that some ancient Israeli tribes arrived and settled on this island. But the occasion of my visit this time is in regard to a very special ceremony taking place on the island today, and, to be exact, in the very famous and very important Izanagi Shrine. The event today is to commemorate the courageous actions of General Higuchi, who is said to have saved between 4,000 to 20,000 Jewish people during the Second World War. Among the honorable guests attending the event were foreign ambassadors, Japanese high officials representing Japan's army and government, researchers on the topic, relatives, and, of course, NHK, Japan's official state television broadcaster. Thank you.
The event started with a traditional Shinto ceremony to show respect to the general and to bless and purify the attendees. After the beautiful Shinto ceremony, speeches were given by General Higuchi's relatives and esteemed guests. Higuchi Kiichiro の孫の龍一でございます。祖父の銅像除幕式開会にあたり、一言ご挨拶させていただきます。外交評論家の加瀬秀明代表理事とご一緒に、一般社団法人樋口喜一郎中将顕彰会を設立したのは昨年の5月のことでした。7月に設立記念シンポジウムを開催すると驚いたことに、安倍晋三元総理、また当時の岸信夫防衛大臣、日本ユダヤ教団のラビメンディフダケビッチ様、さらにはアメリカ国防省顧問の戦略家エドワード・ルトワク博士からもお祝辞をいただきました。ルトワク博士は
ご自身がユダヤ系であるにもかかわらず、樋口将軍はあの当時ユダヤ難民を救ったことも偉いが、北海道を守ったことはもっと偉いと私に宛てたメールの中で言及されました。樋口は満州でユダヤ難民を救っただけでなく、東京では参謀本部第二部長としてユダヤ人対策要項を提案し、ユダヤ差別をしないということを日本の方針と定めさせたのです。ルトワック博士によると、終戦時に北海道を守ったことは、その後の世界平和の前提であるということです。今ロシアによるウクライナ侵略が世界平和を脅かしていますが、もし終戦時に樋口がソ連の北海道侵略を止めていなければ、日本は今のウクライナと同じ運命をたどったに違いないのです。検証会はこうした樋口喜一郎の功績を後世に伝えるために、故郷淡路島に銅像を建立しようと募金を始めました。すると驚いたことに、全国津々浦々からご寄付を賜り、わずか1年余りで今日の良き日を迎えることができました。ありがとうございます。淡路島が生んだあの英霊偉人の霊を祀る祖霊社に祖父の霊を合祀され、その銅像を建立することをお許しくださいました伊弉諾神宮の本名高志宮司様、日本全国からご寄付を賜った皆様、そしてご多忙の中を本日ここに参集されました皆様に心から御礼申し上げ、開会の辞とさせていただきます。令和4年10月11日、一般社団法人樋口喜一郎中将検証会会長、樋口隆一、どうもありがとうございます。樋口会長、ありがとうございました。それではここで会長理事の樋口隆一より伊弉諾神宮の本名宮司に目録を贈呈させていただきます。お二方どうぞ前にお進みください。本名宮司にしっかりと目録が手渡されました。ありがとうございます。ただいまご紹介を賜りました、樋口中将検証会の副理事長させていただいております水上一郎でございます。代表理事の加瀬が過料中でためにですね、私が出てですね、皆さんに一言御礼するようにということで申し付けありました。文書にて経過等も含めまして御礼を申し上げたいと存じます。まあ、本名、ただいま、本名宮司様、そして、在日外交団長万里雄嘉太郎閣下、そして南淡路市長殿、またご来賓各位の皆様方のご列席でございます。中心より厚く御礼を申し上げる次第でございます。一般社団法人樋口喜一郎中将検証会の副理事長でいたしまして、本日樋口将軍の銅像をこの神宮におきまして建立武功できますことをまずご報告を申し上げたいと存じます。加瀬秀明理事長と私はかねてより日本の名誉を守るため、昭和の英雄である
樋口喜一郎将軍を検証するためこの運動を立ち上げたいと話していたところでございました。そこで将軍のご霊尊にあたられます樋口隆一教授にご相談を申し上げたところ、将軍の生まれ故郷である淡路島にて建立された方が良いという素晴らしいご返事をいただきました。まあ、そこで加瀬理事長とともに検証会を立ち上げ、そして樋口教授に会長にご就任をいただき、その上全国の有志に呼びかけましたところ、先ほど会長からもお話がありましたように、全国津々浦から皆様方のご懇意を頂戴をいたしました。ありがとうございます。まあ、そこで、伊佐那岐神宮の本名宮司様にご相談を申し上げまして、まあ、これもともとこの樋口中将様を祖霊社に御霊としてお祭りをして、その上でこの御銅像のお手配を賜りました。本当に本名宮司様ありがとうございます。ご案内の通り、樋口将軍はハルビン特務機関長であられた昭和12年から13年にナチスの迫害を逃れてきたユダヤ難民を人道的な立場から配慮され救出されました。さらに第5方面軍司令官であられた昭和20年には、不当にも樺太と千島から北海道侵略を企てたソ連軍に対して断固反撃を命じられ、日本を分割から救ったのでございます。ここに将軍の銅像を建立することは、私ども日本人一人一人の誉れであり名誉であると心得ております。なお本日10月11日は樋口将軍のご命日でもあられます。本年はユダヤ教ではスコットと呼ばれる下半カリイオリの祭りの初日にあたると伺っております。それはモーゼに仕切られエジプトから脱出した古代のユダヤ人が荒れ果てた七日カリア住まいをしたことを思う日でもあります。この不思議な偶然を思い致すとき、今日こうして将軍の銅像を除幕することの意義深いことを感じる次第でございます。ここにご静寂をいただきましたことを誠にありがとうございます。以上でございます。はい、失礼をいたします。南淡路市長の森本和弘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はこの樋口喜一郎中将が生まれたのがですね、南淡路市の天地区ということで、そこの代表ということでご挨拶をさせていただいております。また本日は淡路島外からもですね、多数の方にお見合いをいただいております。三市を代表させていただきまして歓迎を申し上げたいと思います。ようこそいらっしゃいました。本日こうして、先ほど五日目副大将の方からですね、今日は樋口喜一郎中将のご命日というお話がありましたけれども、そのご命日の日にですね、ここ伊佐那岐神宮祖霊社の地で樋口喜一郎中将の凛々しい姿のですね、銅像の建立除幕式が行われますことを心よりお喜びを申し上げたいというふうに思います。ここに至るまでには樋口喜一郎中将検証会会長の樋口隆一様、また伊佐那岐神宮の本名宮司様はじめですね、多数の皆様方のご尽力があった、その賜物であるというふうに思います。心より敬意を表しますとともに感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。
今樋口喜一郎中将のご功績お話がございました。まあ、戦後77年を経過をいたしましてですね、これはまあ残念ながらこの戦争の悲惨さですとか、あるいは平和を守ることの大切さ、そういったものがどうしても薄れてくるという時期にありまして、またロシアがウクライナを攻撃するという、まあ、そういう時期にありましてですね、この樋口喜一郎中将が示された人道的な心、そしてまたこの北海道を守ったというですね、冷徹なこの頭脳、そして果敢な決断というものの重要性というのがひとしきり大切になっていることと思います。南淡路市にはですね、この戦没学徒をお祭りをする和光堂の広場というところがございます。それはちょうど生誕の地天間にあるわけですけれども、まあ、そこには実は樋口喜一郎中将の軍服も飾られております。まあ、この銅像の建立を機にですね、樋口中将のご功績、またその生き様、その大切さ、意味について私どもも検証会の皆様方と一緒になってですね、さらに皆様方に広める努力をしてまいりたいと思います。結びになりますけれども、本日の銅像建立が樋口喜一郎中将のこのご功績をですね、より広く世の中に知られるきっかけになりますとともに、ご参加の皆様方のさらなるご健勝ご多幸をお祈り申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。こんにちは。皆さんこんにちは。本日は樋口喜一郎中将の銅像がこのように素晴らしく建立されました。大変おめでとうございます。樋口隆一先生をはじめ、関係者の皆様のご努力に心から敬意を表したいと思います。私は丹波篠山の市長なんですけど、なんで丹波篠山からお祝いに来ているんだろうと思われると思いますが、実はですね、樋口喜一郎さんは丹波篠山市にあります法明義塾、旧制の法明中学校、今の県立篠山法明高校で学ばれたんです。はい、ありがとうございます。当時法明義塾はですね、樋口喜一郎さんはじめ大将が出られたり、本当に優位な軍人をたくさん輩出されていました。陸軍の歩兵連隊も当時丹波篠山にありまして、丹波篠山はですね、軍の都と言われて、まあ、栄えていたということです。で、樋口喜一郎さんのような優秀な皆さんが集まってこられて、で活躍をされていたと、大変こう誇りに思っています。特に樋口喜一郎さんは、今お話がありましたように、世界的な人道主義の軍人としても活躍をされたり、シュムシュ島の戦いなどで果断な決断戦いをされて、今の北海道や日本の国を守られた。これはですね、私たち丹波篠山の市民にとりましても大変大きな喜びであり誇りです。今日帰りましたら、こんな素晴らしい銅像が生まれ故郷の淡路でできましたということをですね、市民に伝えて喜び合いたいと思います。軍都であった丹波篠山は今は農都と言うています。農業の都農都、先週ですね、黒枝豆の販売を始めました。今たくさんの方がお越しをいただいていますが、また皆さんぜひお越しをいただきたいと思います。本当に樋口喜一郎さんのような世界の皆さんを愛しながら自分の国を守るという、今の世界の中大変難しいことなんですけれども、このような心がこれからもですね、通じて素晴らしい世界社会になりますように、心からお祈りを申し上げたいと思います。本当に本日皆様大変おめでとうございます。本日はありがとうございます。淡路市並みの樋口喜一郎の親族になるところが、私の知っている限りで
7、8件あると思いますが、私別に選挙を受けたり推薦を受けたりしてきたわけでもございましたので、独断で代表ということで参りました。今日はもう一人樋口さんの実家を継いでおられる奥浜信弘さんが来られてますが、ちょっと手を挙げてください。あそこにおられます。それから淡路の検証会というか研究会の皆さんもお越しいただきまして誠にありがとうございます。物事は私不思議に思うんですけども、偶然にこう一致するということがありますね。実は樋口喜一郎なんてもう全然知らなかったんです。でところが平成6年に私は大阪でシンドラーのリストという映画を見まして、大変に感動いたしまして帰ってきまして、しばらくしたら北海道の親戚から手紙が来ました。でそれ見たらうちの親父が生前に樋口喜一郎といとこであったと言うておったと、その事実をいっぺん調べてくれと、こういうようなことなんです。で何文目見てみますと、樋口喜一郎というのが私のごく近くの皆天野出身で、そして、満州でユダヤ難民を救出したというようなことが書いてあります。うわ、私の近くにまあシンドラのような人が出とったんかいの、大変なびっくりしたんでね。まあ、そんなことがもう初めでございまして、それからもうとにかくまあ親戚所に、調査したものを配りまして、関係を調べたものね、それを、大変苦労して作りました。そうしているうちに、ルポライターの早坂さんという人が来られまして、私のお目にかからせていただいたりしたこともびっくりしました。そのうちにお前親戚やから樋口喜一郎の話をしてくれというようなことになりまして、早坂さんが出されました指揮官の決断というのも上滑りで、読ませていただいて、そしてそれをもとに講演もさせていただいたりしました。でまあそうしておりますうちに東京の樋口隆一さんとも文通をするような仲になりまして、その隆一様が平成28年におじいさんのふるさとを訪ねたいとこう言うてきまして、ほんなら私の元気なうちに早く来てくださいと、まあいうことで、28年に初めて淡路に来ていただいて、ふるさと探訪もお手伝いをいたしました。だんだんまあそういうことで樋口喜一郎さんを知るようになってきました。で今日は樋口喜一郎獣医さんからかねて聞いておった銅像ができるんやぜというようなことをですね、もう今日の日は遅しとばかり待ちあぐんでいました。あと邪魔がありますが、どんな像が出てくるのか大変に楽しみでございます。まあこれを気にして、この淡路の伊佐奈木神宮の大勢の方が来られるような、になるんではないかと思います。大英壇のもとにこの竜、銅像をお迎えいただきました本名福井さんにも厚月御礼を申し上げたいと思います。また本当にここに居並ぶ皆様方の尊いお心とお力に結集されまして、この銅像がまあできましたわけでございます。本当におめでたいと思いますとともに、心から感謝を申し上げたいと思います。これからはまあ大勢来られる中で、まあ私はこの小さい淡路島でありますが、小さい淡路島ながらもこの樋口喜一郎の眼差しを見出しとる中から、将来に世界に羽ばたく大きな望みを持った人材が敬拝されることを、それが教えていけたら大変嬉しい。それを一時に念願するものであります。
皆様、本日は本当に本当にありがとうございました。Thank you. Thank you very much for your great mind and power. 萩原様、ありがとうございました。The high point of the ceremony was the special Shinto blessing and the unveiling of a magnificent bronze statue of General Higuchi. Thank you.
One of the highly distinguished guests was Professor Tanaka. His many books include those on the possibility of the arrival of Israeli tribes in Japan's ancient days. His final book is dedicated to the life and actions of General Higuchi.私はなぜここに来たかっていうと、この本がですね、これ樋口喜一郎さん の回想録なんね。でこれがまあ前に20年ぐらい前に出たんですけど、それが絶版になってしまって、ね、それで私たちがこれをもう一回再刊しようと。から樋口先生のですね本もいわゆるこう回顧録をね今2冊出したんで、まあ、それを私たちがね計画して、そのおかげなんですよね今人々がね知り始めたのは。まあ、しかしいずれにしてもですね、やはり樋口さんが、まあ、日本とそれからユダヤのためにね、両方のために均等にね頑張ったということがあるね。でこれはまあ満州からね、アルピン、その満州、あそこにたくさんのユダヤ人たちが困っていたということをね知って、そしてユダヤ人の大会で彼が、ね、演説をして、非常に日本とねこうユダヤの関係を非常にまあ強く、まあ、お互いにね助け合うということを、まあ、強調してですね、そしてもう一つはやはり北海道ね、シャムシュ島で彼はもう8月15日にですね、すでに戦争は終わっているにもかかわらず一人ですね、まあ、つまり島でですね、オホーツクの島で、まあ、ソ連軍が日本を、ね、攻撃することを、まあ、戦争終わった後でもね戦っていたという、素晴らしい判断力と、まあ、それは決してこうまともな戦争じゃなくて、その終わった後、まあ、ソ連軍が攻めてきたという、ね、そのことも構わずですね、一般の方々みんなもう武器を捨ててる後にもかかわらずソ連に対して戦ったという、この判断力の素晴らしさ、ね、この2つの、まあ、業績がなんか、まあ、何といっても日本の、ね、こう軍事史に、あるいは日本の歴史に、あるいは日本の、ね、こうために貢献したということでね、まあ、そういう意味でこの本をもう今1ヶ月前に出たばっかしなんだね。これも私たちは誇りに思っております。Also attending the event was the Israeli Ofer Shagan, a businessman and author of many books on history, art, and Japan. Higuchi Shogun no event wa subarashii mono datta kyo. Chanto kare wa jibun no kuni ni totemo hoka no minzoku yodaya-jin ni totemo iyatta koto wa普通なことに思わない。私たち今の時代すごい辛いなことを見える。なんかプーチンのウクライナの戦争、プーチンは軍隊と普通の人間の違いがわからない。樋口将軍、自分の国を守って途中で他の普通の人間に悪いことしないで他の人守ろうとして自分に危なくなっても、その頃はドイツから日本大使館に2回クレームが来た彼について。どうして彼はユダヤ人といい関係を守ろう、これでも彼は続きました。自分の人間のところ戦争途中でも忘れなかった。これは素晴らしいに思います。Also in attendance was His Excellency Manlio Candelo, the Ambassador of the Republic of San Marino. 私はサンマリノ共和国特命全権大使、外交団長でございます。加瀬先生のお弟子さんでございます。今日加瀬先生のおかげでこんな素晴らしいイベントが淡路島行きました。本当に
光栄です。また平和のためにがこういうのイベントが世界中みんな平和のために頑張るようにそれでお祈りします。日本の国が大変努力してる世界の平和のために、それで日本おかげでアジアの全体のいろんないいポジティブなことありました。それから日本の国いつも困ってるの国、困ってるの人いつもお手伝いする準備ありますから、もう本当に日本の平和の役割を一番重要と思います。世界の本当に日本の都心との真似するべきと思いますけれど、私も外交団長ですけれど、やっぱり平和一番大事、よろしくお願いします。The brave actions of General Higuchi and this important ceremony are likely to strengthen ties between the Jewish people and Japan, and especially Awaji Shima. I wonder, is it possible that General Higuchi, in his childhood, heard stories that the people of his island originated from Israeli tribes? And was that one of his motivations for saving the Jews?Thank you so much for taking time today to watch this video honoring the memory of General Higuchi. Please subscribe to my channel and enjoy My Jewish Japan.